皆様、姿見えますでしょうか。はい、今サントリーマーメイドサンド、今ゆっくりとこちらへ向かっております。69日間の航海を終えまして、堀江さんが今戻っていらっしゃいました。どうぞ皆様、温かい拍手でお迎えください。さあ、今回のサントリーマーメイド3号の航海、3月26日サンフランシスコにありますザ・サンフランシスコヨットクラブから出航いたしました。そして日本近水道まで約8,200メートルを約19フィートという小さな船で単独、そして浮き船で航海をいたしました。なんと今回の航海は7度目です。この7度目となりますサントリーホールディングス株式会社の協賛を得まして実現しました。そしてこの航海が成功したことで世界最高齢となります83歳での単独寄港太平洋横断達成となり、この成功は歴史に新たなページを刻むこととなります。さあ、今白いサントリーマーメイド3号の姿見えますね。そして堀江さんのお姿も見えますでしょうか。さあ、今長い長い航海を終えまして、無事にですね、こうしてこちらの新千の宮ロッドハーバーに来るということで、今日はたくさんの方がこのようにですね、温かく迎えていらっしゃいます。堀江さん、お帰りなさい。さあ、皆様お姿見えますか。あ、今大きく手を振ってくれていますね。白いキャップをかぶりまして、そして白い今上着が見えました。堀江さん、お帰りなさい。長旅をしたとは思えないようなですね、本当に無事な元気そうなお姿で本当に安心しました。今右手大きく手を振っております堀江謙一さん、ゆっくりと皆様のもとへ無事に帰ってこられました。さまざまな困難もあったと思いますが、長年の経験とそして技術で乗り越え、そして無事に帰港ということで、今お姿見えましたね。改めて皆様大きな拍手でお迎えください。本当に長い航海お疲れ様でございました。さあ、今ゆっくりと着岸ということで、皆様のお近くにですね、今堀江謙一さんが戻ってくれました。さあ、日焼けした体ですね、そして白いキャップ、また白いですね、このウィンドブレーカーを着てですね、今さあ堀江謙一さんの姿しっかりと見えましたね。お帰りなさい。今帽子を大きくゆっくりと振って皆様にご挨拶でございます。さあ、皆様、もう本当にですね、今日は早くから堀江謙一さんのこの無事な元気な姿を一目見たいということで、たくさんの方にお集まりをいただきました。皆さん、お姿見えますか。もう本当にね、長い航海を終えたと思えないほど元気なお姿で、もう皆様も安心したのではないでしょうか。さあ、それでは今サントリーマーメイド3号無事に着岸したということで、それでは上陸をしていただきましょう。ではよろしくお願いします。いよいよ堀江さんの上陸第一歩ということで、おめでとうございます。本当にお帰りなさいませ。さあ、それではまずは堀江さんのヨットを設計いたしました横山一郎さん、そしてサポートをされました浦野さんから花束の贈呈でございます。
それでは少しですねフォトセッションということで、お三方お並びいただきまして、どうぞカメラに目線をお願いいたします。さあ今回はロフトを設計しました横山一郎さん、そしてサポートをされました浦野さんから、このアフラーズの花束の贈呈でございました。よろしいでしょうか。ではお二方どうもありがとうございました。それでは堀井さん、改めましてお帰りなさいませ。もう本当にですね無事なお姿を見てほっとしました。ではですね、お疲れのところ大変恐縮ではございますが、もう皆さん首を長くして堀井さんの無事な帰港を待ち焦がれていたと思いますので、ここで一言お言葉を頂戴したいと思います。それでは堀井さん、よろしくお願いいたします。皆さんどうもお待たせしました。昨日この新宿ヨットハーバーに到着して、ヨットから今初めて第一歩を歩かせていただきました。そもそもこのヨットの航海は今から60年前、この西宮からサンフランシスコへ、バーベルを航海したわけですが、その時のヨットの設計が先ほどの横山一郎さんのお父さんの横山明さん、明先生の、まあ、日本のヨット界の元祖である、お父様に設計してられたことで、60年前サンフランシスコに航海いたしました。そして60年後はその息子さんである横山一郎さんに設計してやると、今回サンフランシスコや日本の心の太平洋一人ぼっちの航海を行ったわけですが、そもそもこの航海は横山明さん、お父様と息子さん、親子2代でお世話になっているという次第でございます。そしてまあこの航海は、この西宮にありますよ佐藤病院さんというところで、ヨットに必要な薬をですね、用意していただいた。でその薬がサンフランシスコを出航するときに、もちろんこのヨットに、搭載され、そしてこの今現在も搭載されているわけですが、この69日間の航海の中で、この薬を何を僕が使ったかと、皆さんお分かりでしょうか。実際に使いましたのは、目薬とバンドエイドだけだったんです。ということは、いかに僕は健康体であるかということで、僕自身は今、青春真っ只中なんです。そもそも、この航海の目的は、僕の精神と肉体の完全燃焼を目指すことであります。明日のジョーが完全燃焼を目指すように、僕自身もこの航海によって、精神と肉体の完全燃焼を成し遂げたと、そう確信しておりますので、僕現在は青春真っ只中です。ですから、釈拝ではございますが、これからも大器晩成を目指して頑張りたいと思いますので、今まで通り皆さん、応援をよろしくお願い申し上げます。よろしくお願いします。ありがとうございました。もう長旅から帰ってこられたこと思えない力強いお言葉をいただきました。本当にありがとうございました。お疲れ様でございました。